めっちゃ赤。めっちゃ赤になっちゃった。皆さんは今日は何するんですか？まだまだ発色いいね。何の話やか。髪の毛かな。髪の毛はねちょいちょい染めるんですよ。昨日染めましたね髪の毛。飛行機の中から見てます。お、あれかな、飛行機 Wi-Fi かな。今日は仕事しまくりです。頑張って、応援してます。私が好きなんだ、このオレンジ系のねアイシャドウが好きなの。ちょっと髪の毛やっぱそぼそだけど、頭の中でそう。今日は起きてラビリンスしてましたね。ラビリンスのさ日程見たらさ30日までって書いてあったから、結構もう終盤戦ですね。くしゃみが出そう、くしゃみが出そうって思ったけどあくびが先に出ました。お仕事頑張ろうね。なんかライブとか見に行って元気をもらいたいところです。このタイプの服ってさあんまり重ね着しない方がいいよね。下に T シャツとT シャツとなんかヒートテックとかめっちゃ着込んでるんですけど、絶対に着込まないタイプの服だなって着た後に気づいた。後で余裕があったら着替えとこう。こんにちは。マスカラ結構ねバチバチなのが好きなので、また後で塗ったりとか、乾いた後に重ねつけたりします。ずっとボリュームタイプを使ってたけど最近は伸ばしたいのでロングタイプを使います。
愛なくして丈夫ない、お目目だけ、お目目だけメイク。ちょっと強め。下まつげのマスカラがね、大事ですね、個人的に。なんかしなくてもいいんじゃないとかさ、雑誌の撮影とかだと特にしないみたいな書いてるのが多いけど、私は結構バチバチにしたいので、目だけメイク。愛なくしてちょうだい。こんな感じです。今日もお仕事？今日は、まあ、予定はありますね。なんか2月の1月か1月の予定振り返ったら、マジで毎日何かしらあって、すごく充実した1月を過ごしましたって思うとなんか嬉しいんだよね。なんかさ、このコロナ禍になった最初とかはさ、マジで何もしてないじゃんみたいなスケジュール振り返って思ったけど、今月は結構パンパンでしたね、スケジュールが。2月も楽しみなことがいっぱいあるでしょう。髪短くなったかも今日癖毛やけん、さらに思う。ちょっと短くなったくない？髪の毛今日はラビリンスの第3ラウンド発表の日やね。そうなの。いやー楽しみだな。第3ラウンドと最終ラウンドで終わりですね。
どうなるかな。私もね、さっき推しもんにいっぱいバナナをあげて投票しました。移動中もね、できる限りやっていこうと思います。こんにちは。イアの髪色意外とね気に入ってるかも。この色昨日ね入れました。皆さんの今日のご予定は？でお仕事の人結構いたな。金曜日か今日。結構あの曜日感覚がね、私たちメンバーあるあるだけど、曜日感覚が本当にねあれなんですよ。右目が充血してる。てかあれだと普通あのアイシャドウだと思いますけど。あ、こっちだけ照ってるからだと思う。ライトでこうやって照らしたら照んないかな。右だけ、あ、じゃ今こうやって左だけ照ってるからだと思います。今トータル第1位なのかな。次の今日の発表で結構変わると思いますね。トンキで、シンシンのインスタントラーメン買ってきた。いいね。シンシンか、いいね。この前番組に出てたわ、シンシンのインスタントラーメン。シンシン行きたいよ。日本のラウンドで結構変わると思う。ラビリンスね、ドキドキです。もし入れそうだったら体作りしないとね。どんなあれかは分からんけど、どんな撮影かは。グラビアって秋吉は水着大丈夫なの？水着かは分かんないです。まだ水着じゃないんじゃないかな、何も知らない。でも普通に雑誌の撮影が楽しみです。そう、なんか私は普通に自分のこと好きなんで、なんかなんだろう、私人に対しても体型がどうって思うことがないから、自分もなんかそんな極度な食事制限しなきゃとかあんま思わないけど、なんか雑誌のね撮影とかあったらせっかくだからちょっと頑張ってみようかなって思うかもしれない。シャオハオ新年快乐。あ、新年快乐你好吗。あと春节快乐。我很好。昨天我买パスポート。所以我想今年我想去いろんなところ。台北シティにも行きたいし、私いつもさ結構ギリギリに準備するタイプなんだけど、今日もギリギリの時間帯で配信ギリできるかもって感じで始めたので、私はもう行ってきます。出かけてきます。どんな一日になるかな。今日も皆さんいい日にしましょう。
これ最近好きなリップ。結構濃いめ。そう、インスタを更新しましたし、文字起こしされてる。いい一日になりますように。ではではランキングを読みます。少しの間でしたがありがとうございました。ではランキング読みます。13位から保つ、ハイスピード、モスコミュール、クリット、トモゾーペ、ブーちゃん、ヤマポ、ケネス、ヒロッチ、ノッツ。ベスト3が3位がノブ、ありがとう。2位がきなこツインテール、ありがとう。1位がわか、ありがとう。じゃあまたね。午後からも頑張りましょう。バイバイ。またね、メール送りますね。ラビリンスの投票忘れなく。バイバーイ。ありがとうございました。行ってきます。